ゆっくりね、重いからね。重いじゃん、重いじゃん。こうじゃん、いったね。これでバランス取りながら進んでるんですよ。うまいじゃん、うまいじゃん。これほら、引き出し合ってるとこなんか。これを開けると、ちゃんとね、道具が入ってるんですよ。今はこれでだいぶ少なくなっちゃったけど、朝のうちってこれ全部入ってたんですよ、物が積んでくるから。だから出だしがやっぱ一番重くて、朝のスタートでさっき本気で持ち上げようとしたお客さんがいたんですよ。でその時で大体80キロぐらいなんですよ。うわ、だからさっきあんまり本気でやったら痛かったみたいな。80キロだとやっぱりちょっと痛いからね、これね。これね、今浅草では一応名物で今テレビでやってるんですよ。で探してくださいって話してんだけど、会えるかどうかはさっきまたずっと行っちゃうんですよ。だから時間がずれたら何時間も探してて今日見つからないねって言ってね。まあ大体もうね、10分ぐらいの間隔で先のとこにまた出ちゃってますから、まあ、割とね、何回も何回も足運んでて今日会えなかったとか言われたりするんで初めてかな、みたいな。これ出てるのはもう15年以上ね、浅草ではもう名物なんですよね。毎日やってるんですよ。買ってたけどさ、中に緑の見えますか？なんかこれが浅草焼きここに書いたんだけど、特製で読み合うんですよ。これをこうやって蜂蜜の柔らかい生地になってるんですよ。ただ屋台見つからなければ中店の中全部探してもないんですね。だから今美味しかったって来たら見つからないから、中店行けばあると思ったら聞いてくれたらいいんだけどまあ運があるけどちょっと捕まらないですもんね、これまで。僕らすぐ持ってからご氷なんですね。また何個でもね、言ってくださいもできますので、あ、そうですね、だいたい明日ぐらいまでですね、今日食べられる分だけ買っていただいて、ね、ありがとうございます。どこから買うんですか？いや、こう、ええ、案内してるんです。あ、そうなんだ、本当よかった。